しい楽しい休日ですね。なんでやねん。なんで。なんで休日にお前と二人で飲まなきゃいけないねん。乾杯しようぜ。何そのテンションで言うの。まあいいけど。はい。お疲れ。はい。いつも、はい、いつもお仕事お疲れ様。お疲れ様。今日は女の子いらない感じでしょ。テンション。うん、欲しいに決まってんだろ。欲しい。うん、いやなんか、うん、飲もうぜって言われたから。うん、だけど、うん、で一緒にマリオカートやろう。なんか彼氏いやお前と会って多分10分ぐらいで満足しちゃった。え、飽きた？飽きてないよ。なんか、うん、もう男は大丈夫だなってなった。本当？うん。ね、今日何回？今日、うん、お前にねサプライズプレゼントしよった。いいってそういう。いらない？いや、いらないって言われたらいるけど。いる？いるけど。いる？うん。ずっと喜ぶわ、お前。そんな俺が喜ぶもの、うん、1万円ならお金1万円ならお前が好きなもん何お金とうーん女でしょ女来ますえマジうんお前来ます。えマジお前天才じゃん。やっぱ分かってるわ。しかもね、え君好みのね小柄な可愛い感じの子読みました俺。えなんでなんでえいやさすがじゃんお前サプライズすぎそれは。そうよいい子なのめっちゃ彼氏欲しい的な感じだけど、まあ、俺はやっぱ違うみたいな。でもお前と仲いいわけでしょ。あまあ仲いい。やったおいやってないやってたもんややってないやってたマジちょっとびっくりさせようとしただけマジで怖っ。いややっててやっててもいいよ別に。ああ、そうでもいいの。いいけど、なんかその付き合う付き合わないとかまず関係なしに、うん、まずちょっとどんな女性か知りたい。あ、でもマジで多分モテると思う。へえ、可愛いんだ。可愛いし、まあなんかよく笑ってくれる感じの。ああ、めっちゃいいね。うん、そう誰に紹介しようかなと思って、多分タイプだなと思って。あ、俺がってことね。そう。はい。で、ちゃんと来てくれたんで。いや、天才。いやもう来るよ。マジ？うん。それまでどうする？え？お酒いっぱい飲む。お酒いっぱい飲むか、あのチンコ洗ってきたり。一回。ハンドソープとかふんだんに使っていいよ。いい。うん。チンコ洗ってくるかどっちかだな。確かにね。いや全然好きなタイミング抜けてもらっていいし、向かいにあるんでいい感じ。まあちょっと飲むかとりあえず。まあ飲もうぜ。飲もう。うん、あもう来てるわ結構。あマジ？うん。近い。あじゃあ。もう一回行ってくれよ。まあ、なんかこんな感じで家に来たことはない俺ん家に。本当？あ本当本当マジでしない。あしない。まあ信じるわ。ちゃんと今日してくればよかったわ。なんかえなんか男と会う格好じゃん。あワックスしてこいよチンチンにワックスしてなんでだよいいけど逆に控えられそうなんかチンゲかっこいいんだけどなんだよ なんだよバリカンとかも使ってもらっていいよ。あ本当に、うん、チンゲバリカン根元カットしてさでかく見せるやつやるやん。あやっていい。いやお前のバリカンそんなん使っていいよ。あバリカンあまあいいよ別に。マジか。俺も使ってるじゃあいいか北っぽいな。本当？なんか、うん、すごいいい感じの人をオーラ出しながら待っとくわ。そうね。星座とかしとく。星座とかしとくか。ああ、じゃあ帰ってくるし。はい。ちょっと待ってます。はい。あれ星座解いてんじゃん。あ。はじめまして。あ、はじめまして。こんなやつじゃないから。はじめまして。どうぞ。お願いします。大丈夫ですか。あ、いいんですか。南です。あ、こんにちは、南です。あの、バイトの後輩。あ、こう、ああ、え、年下か。あ、そうそう。俺は同い年、高校の友達。そうなんですね。そう、わしおらしい感じになったな。いや、だって緊張してる。好きです。ドハマった、ドハマった。あ、いや、飲みましょう。飲みましょうね。はい。はい、乾杯。ありがとう、来てくれて。お邪魔してます。何してるの。お買い物してました。買い物、うん、見すぎめちゃくちゃ可愛いやん。可愛いよね。大人気。へえ、やっぱり。え、どんな先輩でした。どんな先輩。人気だった。あ、それか、もうそれだけ聞ければいいや。人気だったか人気じゃなかったか。あ、でも年上キラーです。あ、年上キラーなんだ。おばちゃんに人気。全然嬉しくないな。俺そうだったの。おばちゃんに人気。ああまあストレスだけど。あでもお兄ちゃんっぽい感じがします。です。安心してください。恋愛テンションに書いてなかったのか。ああそうです。ああよかった。普通に。あでも結構飲めるしめっちゃ楽しい。へえ、お酒強いんだ。あ好きですね飲むの。へえ、何今日急に誘われた。飲むね。
おう、うん、あ、いいよいや、なんか彼氏欲しいなみたいな話をしてたら、うん、いい人いるよみたいな。こんな可愛い子すぐ彼氏いるんでしょていうかそれ言わせたらごめんな、なんか確かに恥ずかしいやつ。そうだよね。そうやな、うん、そうやな。いや、俺が一番僕は仲良くて、うん、いい男の、いい男やらせてもらってもらハードル上げてくスタイルで恥ずかしい下がんないように頑張ります、うん、言ってなかったのね今日ね。え、そうなんですか。びっくりしてて何も準備してない。なんかごめんなさい急に。いや全然大丈夫です。いや逆にもう一番底辺のそのビジュアルがいるんでこれから上がるしかないですこれから。はい、でも話した感じは面白い。あ、そうね、話しやすい。はい、あ、緊張してる。こんな感じであれお前のタイプの送り出したらシューッシューッ。ちょっと言わないですね。その一面まだ知らないですね。じゃあこれから徐々に出していければなと思ってるんでよろしくお願いします。ちょっと待って、俺本当にやばい。どうする、なんかどうしたらいいか分かんない。俺は分かんなくて、分かんない、マジで。いや、もう嬉しいんだけど、すごくここの出会いがね。でもさ、タイプだよね。ちょっとそれ、今言う。あ、俺めっちゃ下手下手って頼むって言ったそ, そういうのはなんかね、あの第三者的に間接的にやってほしいわけよ。え、でも彼女いらっしゃらないんですか。さすがにいるわけ。さすがにさすがにいたらこいつがヤバい人になっちゃう。あ、そうか。え、でもモテそうな感じしますけど。なんかいつの間にこれ正座と正座に噛んじゃった。年上が好きなの。あ、好きですね。なんで年上好きなの。なんかやっぱ憧れます。あ、下なしなんだ。うん、弟いるんでちょっと弟っぽい可愛いなと思っちゃいます。あ、なるほど、はい、甘えたいの。あ、かな、感じですかね。兄弟いますか。まあ、もう長男で。うん、確かに2人弟がいます。お兄ちゃんなんですか。なんで、あの、全然甘えてもらってたていうか、まだもう一回フラットにして楽しもうなんか。もうなんかフラットにしてなんか俺もそうだよね。マジごめん、なんかマジごめん。なんか変わるか、変わるか。一回、どうしましょう。一回、なんか構えしようか。いや、ちょっともうちょっとこの距離で楽しみたい。ああ、これ楽しみ、好き結構。いや、なんかでも今すごいあり。うん、いい。面白い人ですね。あ、なんて呼べばいいんですか。ああ、シコシャでいいんじゃない。シコシャ。いや、あの、シー君とかで。こだわんなよ。初手で。シー君。シー君。ああ、じゃあ。逆に、みなみちゃんで大丈夫。みなみ。呼び捨てでいいです。そんな、見つめられてる。みーちゃん。みなみ。みーちゃん。みーちゃんって呼んでいい。うん、いいですよ。みーちゃんって言われる。あ、まあ、ないんだ。ないです。ずっとみなみちゃん。うん、じゃあみーちゃんでしょ。いつ彼氏採用しとったんですか。いたね、いたね、そういや。あ、知ってんの。覚えてますか。いつだっけ。でももう2年ぐらい経ってると思いますよ。確かに。いや、もう嘘でしょ。そんなにない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 。マジでなんで付き合ってたのって感じ。俺、本当に。え、どういうこと。いやなんかね、そうね、なんかそんな、受けるクズを。あ、まあ、ブスだ。あ、ごめん、ブスだった。ブスブス。かわいいね。かわいい。まあ、そうね、ここに比べたらみんなブスでしょ、そりゃ。まあまあ、でもさ、好きになってるから多分そう見えてるよ。あ、そっか。そんな言うて。そうかな。もうめっちゃクズだった。何がクズだった。いや、カリカしてたよ。え、マジで。言っていいのこれ。じゃあ別になんかホイホイ貸すとかそういうのじゃなくて、もうなんか超しょうがない言い訳みたいな、助けてみたいな感じ言うけど、それがなんか積もり積もってみたいな。多かった。あれおかしいんじゃないこれみたいな。大丈夫、その過去掘られたくないから。俺嫌いにならないでくださいね。ああ、でも悪いことじゃない。何、みーちゃんは悪くないんでしょ。悪くない、悪くない。だから実はパチンコに使ってました的な。最悪じゃん。すごいよマジで。そうだから周りが別れないよって言うけど、やっぱ情みたいな。合ってる。だから結構疲弊してて終わったと。もうなんか顔が悲しくなっちゃってる。ああそう、だから2年空いてんの。まあもうでももういいかなと思って。半同棲みたいな感じだったし、うん、お金ないじゃないですか。そうね、だから見捨てらんないぐらいな感じでしょ。そうそう、
だってご飯食べれなくなっちゃう。マジでマジで飼育員みたいな感じだ。いやそうですね。いいんだよそんなやつ捨てちゃえば。いやでもなんか生きてけんのかな。これがいけないんですよね。ああなるほどね。大丈夫かな。ちゃんとそうだね。でも僕そういうやつじゃないから。ああ、いや振り回される系だから。え、そうなんですか。あ、でも興味ってあるよ。意外。いや、もう、だからさ、言うなんて。そういうの、マジで。いや、分かった、マジで。マジで、まあ、これ絶対笑っちゃいけないんだけど。いや、だからさ、聞いても、大丈夫、聞いてもいいですか。いや、いいけど。ガチ浮気されて、マジで泣きながら電話してきた。で、笑うな。おい。マジで。いや、さすがに俺もなんかこう、あ、マジでつらいなっつって切って、もう一人仲いいやつにすぐ電話して、こいつ泣いてきたぞ。ねえねえねえ、切ない。お前マジ最悪じゃん。違うよ、元カノ元カノにすってさ、え、マジ最悪じゃないこいつ。いや、だって悲しかったんですよ、絶対ね。分かるなって悲しいですから。そうだったな。だから多分こいつ彼女できないんだよね、きっとね。冷たい。え、違う、こんなに温かくさ、こんな面白く喋れるやつね。やばくない本当にこれ。悲しみよ、人の悲しみ。そうだよ、もちろん。だって10年ぐらい仲良いわ、もう。まあそうですね、仲いいから。いやでも、振られちゃったんですか。いや、そうだわ。いや、そうなんですけど、2人ともいいやつだけど、相手が良くなかったなっていう同士。かわいそうだね、こんな。そんな言うなって、そんなもんさ、辛い過去を人がさ、もう本当、バカみたいだよね。いやでも、でも俺も今までなんで振られたかわかんないのよ。冷たい。うん、そういうとこだと思う。違う。え、そういうとこだよね。気づいたらなんかいなくなっちゃって。だからさ、紹介してあげる。まず頼む、こいつに。ああ、いい人ですか。そうね。そうだよね。ちょっとずつ離れてくれ。そうだね。ちょっといませんか。なんか本当にいい人探します。いや検討しますみたいな。探しますね。探しますね。だ、え、でも、え、結構だって俺足速い、結構。お前小学生の時持ってるやつ言うな。足速い。多分もう一緒に働いてたら分かってると思うけど、憎めないのよ。めちゃくちゃいいやつな。あ、そう、わかりますよ。わかるでしょ。そう。で、この美女で、あとはもうその人の良さでカバーしてるけど、ついちゃいけないとこついてくる。それけ直してくれればもう。確かに。え、でもさ、めっちゃ笑ってたんだね。え、でもダメですよ。人の傷をえぐっては。そうです。いけませんね。だってね。メンタル強いじゃん、二人なんか。2年かかってる。一応ね。そうなんだよ。あ、でももう今。切れたんでしょ。そうですね、そろそろもういいかなっていう感じなんで。もったいないよ、だって。そうですか。マジ何してんの、ほんと。次に人がいないかなって思います。なんかどっか行ってこいよ、なんかとりあえずなんか予定立てね、一回。次どっか飯。酔っ払ってる。いいよ、いいよ。そういうの、俺から言わせてくれって。一回もうなんか酔っ払ってんだって。俺いない時行きたいんでしょ、だってどうせ。いや、行きたいよ、俺は。え、いいじゃん、なんか行きたい、マジで。え、いいんですか。うん。え、いいですか。いいじゃん、いいじゃん。うん、本当にいいんですか。え、どうしよう。いや、行けよ。まあ、行けよ。まあ、行って。そう、別になんか一回さ、普通に行くぐらいなんでもないじゃん。何ビビってるの。大丈夫、こいつは変なやつじゃないか。いいんですか。ぜひお願いします。嫌いになってないですか、今の話聞いて。え、どこが嫌いになるんですか。だってなんか、大丈夫かな。だって別に悪いとこ今こうなかった。わ、優しい。優しい。優しい。ここが。え、全然。めっちゃいい人。いや、リビングか。エイジ、逆に嫌いになったってこと。浮気されてガン泣きする男。なんだい。めちゃくちゃ、だってピュアな心じゃないですか。なめろ、なめろ、助けて。お前、悲しかったんです。いや、めちゃくちゃ悲しかったよ、あの時は。愛が深いから。いいことですよ、それだけ大事にしてたんですよ。いや、でもね、そう、辛かったよね、絶対ね。あ、ごめん。え、ティッシュ。泣かないですよ。いや、でも私よりきっと辛かったと思うから。うん、今日何これ。楽しい話だよ、なんか。え、一人で2軒目ぐらいから合流する、これ。なんで来るの。いいよ、来ない。え、楽しみにしてきていいですか。え、はい、お願いします。はい。
よかったね。俺らと話してた。嬉しい。まあ、俺結構人を見る目あるんで、なんかその顔で、あ、こことここ合うなみたいなのは、その顔だ、あるっすよね。いいよ、いや、あると思うよ、すごいある。とりあえずね、まあ、あとは任せた、俺もなんか面倒くさいから。いいね、てか LINE 交換しないの。あ、いいっすか。で、いいんですか。へぇ、面白いな、なんか友達と後輩が、うん、お前は面白いだろうな、うん、めっちゃ恥ずかしいです。まあ、はい、ありがとうございます。なんか飲みましょう。なんか、うん、飲めるから。バイバイ。ゲームすっか。うん。